はい、いきます。今回のディベート内容は CD、DVD、ブルーレイ、まあ、あと漫画とかもそうなんですけど、購入する派かレンタルする派かでちょっと争ってほしいんですけど、勝った方は購入派で、負けた方はレンタルする派で、はい、それぞれ、はい、最終争ってください。購入派ね、僕レンタルね、はい、ではまずは購入派の前半いきます。はい、ディベートが始まります。30秒いきます、はい、購入派、私購入派。例えばけどアダルトビデオとかレンタルってダサくねって思うよ。買っちまえ買っちまえ、もう買っちまって見飽きたらやっちまえって感じじゃないの。恥ずかしい DVD を借ります、借りますっていうことは返しに行かなきゃダブルで恥ずかしい思いせなあかんのよ。けど買っちまえばもう二度といかんですもんや。まあ、買うときは一緒に、あの天下も一緒に買うんやけど、その一発だけ恥ずかしいの、返すときって恥ずかしい。ありがとうございます。はい、ということで後半のレンタル派の、はい、はい、俺のターン、前半お願いします。レンタルはいいよ。1本買うと3000円する DVD がなんと400円で借りれる。3本借りたら1200円、だいたい3000円する DVD を1本見て何回も見るよりも、レンタルで次々次々いろんな映像を見てみて楽しんだ方が人生の時間を限られてるんでね、楽しめるかと思います。はい、はい、ということで、はい、購入派の後半、購入派いきます。お願いします。さっきも言ったんやけど、借りに行って返しに行く時、レジの女の子が可愛かったらどうするんと思うんや。熟女の DVD 借りました、やべえやんこいつっていう、その店にもう行かれへんくなるっていう致命的な危機があるわけ。うん、なんせ限定やな。いやもうそういう手、そういう手。あ、そういう手ね。そういう攻め方。なるほど。あ、しかも終わっちまった。はい、終了。はい、ということでレンタル後半お願いします。行きます。じゃあエッチなアダルトビデオっていうのをレンタルしましょう。レンタルする派からすると、興奮した鼻息とかで返す。って言ったら多分どうせキモいと思うんで、それでまず印象付けれる。印象付けれたら、その人の可愛い女の子の記憶に僕残ってるんだよ。怖い。怖い。最高や。めちゃくちゃ怖いやつやな。はい、はい、ということで、はい、またご視聴いただいている皆さんからのご意見もコメント欄でよろしくお願いします。ということで今回のディベート内容は、購入派かレンタル派かでした、はい、ありがとうございました。Thank you、はい